ミミラートララトクションのミラーですご覧くださりありがとうございますえ今日はですね4月のマンスリーリーディング4月のメッセージをカードたちから受け取ってみようと思いますいつものようにね3回カード展開します一番左気になってくれる方が A 真ん中が気になってくれる方は B そして一番右がね気になってくれる方は CABC どれか気になるものをお選びいただいてご参考にしていただければ幸いです はいえー、この後はですねマンスリーリーディング動画恒例のえー、ミラのおしゃべり雑談タイムにね入らせていただこうと思いますえー、今日しゃべりたいのはねあのー、あれですエネルギーの閉じ方。 人間関係のエネルギーみたいなちょっとそんな話ができたらいいなと思ってるんですけどえーあれですね今3月4月あの今こう別れと出会いのね季節を迎えてます皆さん周り今ど今年どうですかなんかお別れとかね見送ることとかまあご自身があの環境変わられることとか何かありましたかやっぱそこに伴ってねお別れする人とかがね出てくると思うんですけどえまあエネルギー人と 人人間と人間ととのの関係ってねあのちゃんんエネルギーが発生するんでするでただで会ってただで別れるっていうよりはあのそこにあれでしょあの思い出があったり、えー、なんかいろんなねあの思いがあったりお別れする時でも「あああの人そうなんや天気なんや」とか「気がついたおらへんだってはった」っていう関係性の時はそこまでそ,その関係にエネルギーがこうエネルギーの解散がつながってないからまあ えー、あの人転勤やったんやーぐらいでねあのそんなにこうショックを受けることもないけどめっちゃ仲良い,い人がねあの遠くに引っ越していく言ったら胸に心に穴が開くぐらい寂しい時もねありますよねでそれってやっぱねあの仲がいいだけにめっちゃこう 2人というかそこの関係にエネルギーがすんげえ活発に発生してるわけです。で絆もねエネルギーの絆も太くなってるわけですパイプがね。それが離れていくっていうことでこのパイプ太いパイプ切らなあかんから心にちょっとこう穴,穴がね。 空いてまいりますやっぱ、あのー、転勤やからとか,なんか,か、あのー、引っ越しやから、えー、誰も全員に対して同じ寂しさではないと思うんですけどあのほんまにこう、ね、あの親しい人とかが去る時って本当になんとに貼るって切ないですけどね、まあ、今回ちょっとそのなんかお,わかお別れはしょうがないけどねなんかエネルギーのねなんか閉じ方のことエネルギーっていうのは人って仲良くなる時って。 ちょっとずつこう仲良くなるじゃないですか。あ、今度ご飯行きませんとか、ちょっとこうお互い探り合いながらっていうんですか、連絡先交換するときとかでも、ちょっとずつ許可を得てエネルギーの回線開いていくんですよね。こことの関係性が太くしていく。で、そこはみんな同じようにあの着火していくのになんかお別れのね、時にちゃんとそのエネルギーを閉じるっていうことって意外にね、なんか あんまりちゃん割とね線とほったらかす人とかもなあのいきなりブロックとかねあのあのめっちゃ仲良くて、まあ、例えば、ね、ちょっと喧嘩したり嫌なことあった時に普通やったらこんだけエネルギーの絆のねパイプが太かったらちょっと喧嘩してでもあのなんか話し合ってこう二人のか関係を、ね、こう修繕するとか、まあ、もうお別れするとか決めなあかんような時でもなんかこの。 あれですよ、ね、LINE になってからもうちょっと前からかな,なんかここのとこ,こ最近はいきなりブロックで終わらせるみたいなだから切られた方は「えみたいな「なんでなんか分からへん」とかね話し合いもできへんみたいなものすごいショックね受けたりするような出来事も結構ねあるように思うんですけどあの太いパイプのね、えー、人とはねやっぱ私はあのもしもしもうなんか。 折り合わなくなってお別れするとしても、やっぱちゃんとね、なんかむ、そのエネルギーを閉じるときにも、エネルギー使って向き合って話し合って、なんか、なんかやっぱね、あの、ある、向き合わんと、バスッと一方的になんか、ブロックして終わるみたいな閉じ方、ブチ切り閉じ方言ったらいいんですかね。なんかそれはね、 あ,のあんま運気良くないの人のエネルギーもなんかこうなんて言ったらいいかな時には人との関係切らなあかん時もあるけどやっぱちゃんとねお別れにもねあの向き合うっていうのがねあのじゃないとね絶対どっかでまたあのこの人がねそこで借りを作ってるエネルギーの分どっかで絶対宇宙が埋め合わせしてきてなんかやっぱり事なことは 積み重ねてきたものがブチ切りされるみたいなことが起こったりすることもあるのでねなんか人のねエネルギーあのお別れの時にもね、えー、もう去っていく人もう二度と会わへん人思ってもまあ可能ならばやっぱり一言ねお別れの挨拶するとかあのちゃんと開いた扉回線はねちゃんと扉を閉じるその方があの回線 な,なんていうかな、コンセントちゃんと、ありがとうございましたって言って、コンセント抜く方が、お互い、えー、また新しいね、いいもんが入ってくるとね、まあ、エネルギーの法則としては、もうほんま絶対そうなんです。もうほったらかし、なんていうかな、あの、ちょっと具合悪いな、なんか都合悪いこと言われるんだったら、もう突然ブロックでほったらかしみたいな、私はあれは絶対ね、 あかんなぁと思ってるんですけどね、あの、や,やったらあかんことな、なんかこう、エネルギーの借金作るみたいなね、なんかあの、気持ちがあるんですけど、まあ皆様もですね、あの、まあ突然ブロックとか言わなくても、えー、この、この3月、4月ね、お別れされる方、えー、とかいらっしゃったら、新しいことばっかりにね、ちょっと意識いくんじゃなくて、ちゃんと、なんか、ありがとうございましたって、お世話になりましたとか言って、こう、一言、あの、 お別れの言葉挨拶できるだけでもあのー、エネルギーのことちゃんと閉じか扉の閉め方が違ってくるのでねなかよかったらあの人声かけようかなどうしようかなとかねなんかどう思うときめちゃよかったらちょっと一言ねなんかで,きできればちゃんと挨拶するみたいな,な,な,なよかったらねやってみてください、まあ、ちなみにですね私はあのー、そういう感じでこう終わりにも あの、なるべくね、あの、ご挨拶とかはね、したいなと思うタイプなんですけどね、あの先のエネルギー的観点,観点から。だから、ただ一つ、叶わない、どうしてもシステム的に叶わないね、ことがね、あの、時々現れてきますね。で、今回は、あの、ちょっと寂しい思いしているのは、あの、娘のね、 学校の担任の先生なんですけどあの学校のね教職員の先生もやっぱ毎年移動がありますよねで、えー、私毎日学校行ってるわけじゃないのでその教職員の先生がねあのたあの転勤になるとか聞いてもああそうなんやぐらいで終わる時の方が多いんですよただあの今回移動になられたその娘の担任の先生が今回移動になったんですけど今回移動になった先生に関してはちょっとあのかなりやり取りが あ,あったしあの、私と先生の間保護者としてね私と先生の間にも人と人とのエネルギーのつながりがあったように絆が絆のように信頼があったっていうんですかねあ,のあったように思ってるんですあのだからちょっとショック「あのえー!」ってあの来年もうちの娘のねあの来年うちって 下の娘、中3になるので、まあ、受験の大事な年やからあの先生また担任してくれたらええのになってねあの願ってたんですけど、まあ、担任持ってもらえるどころか、あのー、転勤、まあ、ちょっとしかも今回めっちゃイレギュラーケースでめっちゃ遠いところに、ねえー、転勤されることが、まあ、昨日わかったんですよで結局最後のねこあの子供たちは あれでですすもう学校終わってほら今春休みなんですでしかも保護者の私なんて別に全然もう全然あれですよね学校に春休みに行く機会なんかないし、えー、でももうあの4月の早々にはねもうその先生はちょっともうその遠方に旅立たれるっていうのを聞いてだからもうめっちゃ,っちゃねなんか、あのー、私も一言あ言、のー、本当にもう,もうそうなってきたらもう二度と会えない可能性あるからうわーってこの間の。 最後の,あの3月の初めぐらいに学年最後のね保護者懇談いうのがあってその時もちろんお顔見てて1年間お世話になりましたっていうのはご挨拶してたんですけどえっとほんあのあのしてたというか個人的にしてないんですよ教室の中でね先生が挨拶しはる中で私は教室に座ってあの先生の話聞いてただけであのそれがその介護が終わった後にねあの結構ほんまお世話になった先生やったからちょっと ともし1人でいてはったら先生ありがとうございました」って個人的にお礼あの声かけてあの直接お礼言いたいなと思ったんやけどちょっと先生バタバタされてたしまあ中2やから次来年中3あるしあの卒業式ちゃうからねまあまあまあこれ今先生忙しそうやしわざわざ個人でね先生呼び止めてお礼言うのもあれかなと思ってすっと帰ったんですよそれが最後になってもうてで、えー、結局ねあの昨日新聞であの 教職員の先生方の、公立のね、教職員の先生方の移動というのは、あの、どの都道府県も多分一緒や思うんですけど、だいたい3月の終わりか4月の一杯ぐらいに新聞載るんですね、人事移動が。もう他の学校の先生とかと一緒にね。で、それで知るわけです、私たちは。あの、生徒も、えー、保護者も。それが、それで先生たちの移動を、えー、知るんですけど、それまでは先生たちもね、その発表があるまでは言えないんですよ。来年はもう、 おらんけどななって思っとって思も挨拶最後の挨拶ができないだから結局私もそうねあのまた会えると思ったままあの最後ちょっと残ってあ拶せえへんままピャッと帰ってしまったけどなんか新聞で知るわけです。えー、ってしかもちょっと遠いねところにあのちょっとな転勤になられるっていうのを知ってうわーこれはもう私先生にも二度と会えることないけど一言なんかちょっとお別れと分かって 状態でちょなんか言うたからってね別になんてお別れはお別れやしなんてことないしこの先生もあの人を直接お礼言うよらんかったなってそんな覚いっぱい生徒おるんやし保護者もいっぱいおるからねそ,それはそうなんですそんな言うたからどうってことないんやけどなんかちょっとねあの寂しいあのお別れがね挨拶できへんかったことがすごいねちょっとね寂しいまあ私は 娘から一歩退いてあの保,護者保護者という立場なんで、まあ、まだそれもしょうがないけど親が挨拶できることってめったに、ね、ないやろからそんでえしょうがないけど娘もね挨拶できてないんです。就業式の日はまだあの春休みになる前ね就業式の日の前はまだ人事異動の発表前やから先生は言えないんですよ。もう来年おらんよって言われへんから普通に。 一年の終わりとしてね、普通に終業式してるわけです。娘も普通にね、帰ってきてモテるんですけど、春休みに入ってから、あの教職員の方のね、人事異動の発表があって、もう新聞で知りまして。 うわあの先生移動やって!」って言うので,でやっぱりちょっと娘もね「えー、なんかお別れの挨拶したかった」言ってすごいねあのショックを受けたりしてるんですけどこのなんかねあのしょうがないんやろうけどどうしてもその新聞で発表するまではねあの移動のことって口に出されへんいうのはもうしょうがないと思うんやけどなんかね春休みになってからわかる。だからお別れの 挨拶ができないっていうのが、こう、こうちょっと学校のね、システム的にそうなってしまうのがね、なんか私はちょっと寂しい、寂しいな。なんか、子供たちにもね、なんかちょっとち、ちゃん、とエネルギーを閉じ、挨拶してね、閉じさせてあげたかったな、とかね、思ったり、ちょっと切ない思いをね、今、してるんですけど、あの、そんな風に、まあ、どうしてもね、あの、ご挨拶したかったなと思っても、か、まあ、まさか、 あれですもんね。あの、学校に、わざわざ一保護者の私が電話して、最後のお礼言うのも、そこ、それもちょっと影響かな、みたいな感じで、もう結局トークでね、あの、お幸せをお祈りするしかないんですけど、まあ、そんな風に、あの、お別れが言いたくてもね、閉じたくても閉じれないことというのも、中にはねあの、世の中にはあるんです、あるけど、まあ、あの、ほら、連絡先とか知っててね、なんか一言、あの、 ありがとうねお世話になったね次のところでも頑張ってねって、まあ、言える関係のね人はね是非、えー、皆様ねなんかこうなんかちょっと一言ね声をかけてあげるっていうのねよかったらちょっとねあのしてみてください今なんか周りにちょっとパッと思い出していないですかなんかどうしようかなって一本ラインね送ろうかなで、えーまあればいいかなと思ってもしちょっとねその最後の角出の時に声をかけてない人がおったらね何かよかったらちょっとあの一本 一つ、ちょっとだけでもね、一言だけでもね、なんかご挨拶してみるのはね、いかがでしょうかちゃんとエネルギーってね、少しちゃんと閉じたものには、ちゃんと、あの、その後、お金をいいものが入ってくるっていうリターンもついてるのでね、だからそういう、あの、エネルギー的観点っていう意味でね、よかったら、なんかちょっとね、あの、ちょっと連絡してみるのもね、あの、どうでしょうかっていうことで、えー、今日のお話はね、以上です。えー、では、A のね、 カードから開いていきますのでよろしくお願いしますはい a のカードを開いてみましたえ、そうですねこの a を選ばれた方ですねえ、2024年の4月カードたちから感じることをもしも先にまとめて端的にお伝えするとしたらうん、その a を選ばれた方ねなんかあのー やっと春が来る。あの、運気的にもですね。なんか、えね、辛かったこと、えー、我慢してたこと、なんかな、長かった冬をね、の、そのなんか過去の傷のトラウマとかから、やっとこう抜け出して、ちょっとこう春のね、暖かい日差しを感じるように、ね、なれるとか、協力者が現れるとか、あの、心がちょっと温まるようなね、えー、4月に、ね、なると感じております。えー、まあ、どんな、なんで、どんな風に、えー、そういう風に解釈したかと申し上げますと、まずこの1、2、 3 4枚過去現在未来最終結果でまずはこの4枚でね、えー、流れを拾わせていただいてるんですが最初の2枚に出てるのがね「えー、ソードの3逆」そして「カップの4逆位置であのこれやっぱ心に傷がつくねカードなんですでこっちもね「カップの4」も「位置やったら「あの知らんぷり」とか「怠だとか「マンネリ」とかね「もうやる気ないわ」とかいう意味があるカードなんですけど今回両方ね「逆位置で出てます。なんかやっぱ過去の傷が ああっっ、えー、ったたたりりかことがあったり、まあ、そのせいでもやる気もなくなってる他の人の愛情も受け入れられない心がね閉ざしてしまってるような状態これ今回いいんですよこれ逆で出てるのでやっとそのなんか どうしようもなかった辛かった時期とかね、心の止まるトラウマにいつもらわれてしまってた時期、冬の時期って言うたらいいですかね。心の冬の時期。あの、やっとちょっとね、抜けて、あのそのエネルギー抜けてくる時期が来ましたよと、えー、この2枚がね、伝えてくれてるように感じてます。こで、この2枚、ドンとね、エネルギーがプラスに変わってるんですけど、まだ本格指導、真夏のエネルギーじゃないですね。ダイアルカナ女帝、えー、これすごいエネルギーの強いカードなんですけど、これまだ逆一 で出てるのであの冬が終わってねいきなり真夏の太陽ギラギラのエネルギーじゃないけどなんかこの二枚が思うとほのかにあの春のあったかいあの日差しを感じれるあの心が温まるようなことがある心を開けるようになるあの人間に人に対してやと思いますねなんかあのやっとなんか少し心がふわっとねあったかくあの心を開けるようになって 来られるんじゃなその結果、あの、この最終結果ね、あの、カップのキング、位一で出てますけど、どなたか、あの、あれです。もしかしたらね、その、あの、恋愛的な出会いかもやし、まあ、恋愛とかじゃなくても、誰か協力者とかね、なんかあの、心が温まる相談できる人みたいな,な、何かしら誰か、あの、あなたを人としてね、 バックアップして、背中を押してくれたりあの、優しく受け止めてくれたりする相談相手みたいな誰かに、誰か人がね、あなたにとっていい人が、あの、プラスになる人がね、なんか近づいてくれる、なんか誰かと仲良くなれたりね、えー、するんじゃないかなと、えー、この、とにかくこの4月は心がね、温まっていくと思います。ただですね、そう、人の温かみを感じれたり、人に助けてもらえたり、なんか、あの、心は温まっていくんですが、えー、注意すべき点は、この4月は、 人とと、群れないこと集団の中に埋もれてしまうとかなんかあのいつもそのグループ内でねなんかみんなを立ててあのみんなで一緒に動かなくちゃみたいなところで、えー、じその貴重なあなたの大切な時間を使うよりはなんか近寄ってくる人はね一人の人あのマンツーマンで接するお一人一人で ちゃんと話をゆ,ゆっくり聞いてくれる人との時間を取る方が、えー、あなたにとってねなんか再始動の春を迎えるにあたってあのすごい有意義なね時間になると感じますこっちもこっちも集団だここね障害のとこにワンドの4これの仲間仲間の絆みたいな意味があるんですけど今回これ障害でのとこに出てるんですねであとルーンカードの方もエオロっといってねこう群れを成して群れでみんなで守り合うっていう友情のカードなんですけどそれ逆で、えー アドバイスでで出ているのでなんか集団から離れることであなたのエネルギーをなんか人のね集団でみんなに合わせなあかんとかいうのであなたがちょっとエネルギー奪われてることがあるならちょっとそれに気がついてほしいんですね。単独行動も時にはなんかあのー プラスでね、その集団からちょっと身を離してみる。誰か集団で、こんだけ集団ダメダメって、わざわざ出てきてるということは、なんかあの、仲間内とか,か、なんか,か、人と群れすぎてて、近い、今現時点近寄ってこれない誰かがね、ああ、そあの人いつも集団で動いてはるし、声かけにくいなとかね、なんかあの、二人で喋る機会がないなとか思って、仲良くなり損ねてる誰かがいらっしゃるかもしれないなと思っているので、この4月は、 えー、誰かね、あの信頼できる人、1対1でね、なんか深くお話ししたり、えー、関わってみたりね、することをよかったらね、あの心がけてみてください。で、周囲のとこ出てるのも、ソードのクイーンなんです。ソードのクイーンって、あの、クレバーなね、あの、女王様なんですけど、この人はやっぱ基本的にはね、単独行動する、ソードの数とはね、単独行動でする、えー、あの自立したあの女王様を指してます。なんか、あれですね、なんかこう、 あなたの話し合いの相手、あなたのその協力者はね、ちゃんとあの自立してる人、なんか仲間で群れてあのな、なんとかこう、ちょっといつも集団で動こうとする人じゃなくて、一人でも動ける人、ちゃんとあのな,なんかこう、精神的に自立してる人、なんかそういう人たちとしっかりした人ですキング格、クイーン格あの、なんかそういうしっかりした人と、ま、マンツーマンで向き合う、えー、その人たちに協力してもらうことによって、なんかあなたのね、この、 あの長かった冬をあの春の、えー、空気にね変えていくことにつながると思うのでとにかく、えー、できればマンツーマンで、えー、人と接すること心を温めることまだ本格指導しようとあげ焦らなくていいのであの心をね少しずつこのあったかみ春のあったかさの中にね鳴らしていってほしいなと思いますで最後にねあれでこのここのアドバイス出てるの大アルカナフール」が出てますこれももきあんまりもういきなりいなう 再始動してね、真夏のように、あの、エネルギッシュに頑張ろうと思わんと、結構気軽な気持ち、ゼロからの、あの、スタート。私まだ、あの、冬から明けたとこやからって、やみ上がりやからぐらいのね、気持ちで、なんか結果をすぐ出そうとか、あの、具体的にね、こういうことで、あの、結果を出さなきゃとか、焦らずに、まあ、とにかくこの4月は、人の温かさ、人の、なんか、心が温まること、えー、そこをね、なんか、あの、 気軽な気持ちでこう拾うようにしてね、えー、なんか素敵なね4月にねしてい,っていただきたいなと思います、えー、何か少しでもご参考にいただければ幸いです以上で A のリーディングを終わらせていただきますはい B のカードを開いてみました、えー、そうですね、えー、この B を選ばれた方ですね2024年の4月カードたちから感じることをもしも先にまとめて端的にお伝えするとしたら、えー、この B を選ばれた人ね、今ね なんかあれ、ちょっとペンタクルのね、スートがいっぱい出ているんです。お金のスートですね。なんかちょっとお金のことで。 えー、あれ、高いからな、あれ欲しいけど高いからなとかね、ああいうことをやってみたいけど、ちょっと、あの、そ,そしたらお,お金がな、みたいな、なんかお金のことで、えー、ちょっとこう渋ってはること、諦めようとされてることとか、なんか思い当たること、終わりにならないでしょうか。もしくはね、4月に入ってから、あの、な,なんかしらね、出費するようなことや思うんですよね。えー、なんやけど、あのー、 なんかしたいなとか、買いたいなとか思うようなもの。ご自身のための投資 自分磨きへの投資とかなんかすぐにそのお金はね戻ってこないみたいですあの収穫が得れるには年単位かかるけどゆっくり育てて大きいものに育ててね収穫しようねっていうカードがルーンカードにも出ているんですけどあのなんかもし学びたいことがあるちょっとお金かかりそうちょっとお金不安やけど学びたいなとか興味あるなとか思うこととかあるならちょっとご自身へのね投資を考えてみてください障害ののとここにペンタクル、えー、れ これ障害に出てるんですけどね、お金を抱え込む、あの自分のとこにこにギュッとお金を縛るっていうのが今回はね、障害ですよっていうのが出てます。この、えー、出費に関して、なんかちょっとね、4月出費がありそうな。あの 感じがすするんですけど、えー、この出費はね、すぐには戻ってこんみたいです。ここも年単位や言うてるし、えー、最終結果にもね、ペンタクル7、あの、ここに実がなってるカード、これまだなんか、まだ報酬は、あの、リターンは返ってきませんみたいなカードが出ているので、 一見損、あの、損するみたいな感じはするんですけど、あの、他のもっとね、なんか、あの、いいものをね、あの、今まで交わることのなかった世界に交われたり、新しい世界を買いまみれたり、なんか、あなたの成長に、えー、役立つことで、えー、さらに一年後のあなたをね、変えていくための、なんか、投資なので、あのー、あれです。なんか、も,もしも、ちょっと、 無理するぐらいでねなんかあの新しいこと始めれそう、えー、なんか踏ん切りつきそうやったらなんか思い切って始めてあのなんかそこ,そこにね投資される自分への投資されるのをねいいんじゃないかなと、えー、感じてます、まあ、どんなカードがねどこに出てるかというのをこの後ねご説明させていただきますが過去現在未来最終結果とこの4枚で、えー 4月の流れを読ませていただいてます。なんか、なんかちょっとね、ペンタクルがすげえ出てるなっていうのがね、あの、なんか印象的なんですけど、1枚目出てるのダイアルかな、の、え、グ、ー、愚者のカードですね。もう0番、ま。何も持ってない状態から、あの、気楽に出発するとかね、始めていくっていう、えー、意味があるカードなんですけど、一緒に出てるのがペンタクルの9、逆位置です。これ物質的に恵まれるっていうカードですけど、逆で出てるので、なんかこのね、 あのこの旅立ちゼロ番かの旅立ちはあのお金がかかることなんかなと一瞬お金減るんかなというふうにね解釈したんですね一緒に出てるのがあとペンタクルの鉢コツコツとあのなんかそれをね地道に続けていくすぐに結果をあのペンタクルっていうのはスピードが遅いただし地道に重ねていくあの誠実なねスートなんですねだからまあ,あのその出費がねすぐに取り戻せることはないけれど一時期そのお金が減って しまうけどあのなここに障害のとこにさっきもご説明させていただいたようにペンタクロのようお金抱え込むのは今回は邪魔よって、えー、それそれ,それに対してねあの アドバイスのカードはワンドの語で、切磋琢磨っていうね、いろんな自分と同じ意見の人ばっかりが集まるんじゃなくて、違う意見とかいろんなね、意見が出て、そ、そこによって磨かれていくっていう意味のあるカードがアドバイスに出ているので、なんかこの4月、もし、なんか悩、悩まれることがね、なんか躊躇されることがあれば、あのー、進みは遅いんですけど、地道やし、そのバーっとした変化があるわけじゃないけど、なんか、 ああななたなたなたのたたたのののめめにに年後ね思うようよこと、うん、なんか悩みあること出てくるんちゃう,ちゃうかなって、ね、あの思います。あの無理のもちろんですけどあの自己責任なんでねあの無理のない程度にですけどちょっと踏ん張ってご自身のために投資,もその投資自分への投資いう言葉がすんげえ降りてくるのであの何かあ,のあなたがねピンとくることがあればねそこにぜひねなんかトライしていってほしいなと思います。 なんか、なんかお金のことで悩み張る感じがすごいするんですけど、ちょっと思い切って、いつかこれはね、なんかここに植えた、あの、なんかですか、出費はね、いつかこれちょっとだいぶ先ですけど、実になって、あの、帰ってくるのでね、えー、急がずに、えー、ゆっくりとした気持ちでね、自分を成長させるつもりで、なんかあのトライね、してほしいなと思います。で、えー、周囲のところ出てるのはダイヤルかな、あの、接戦の,のカードですね。あの、あれです。異なるね。 成分のものがをこうなんか慎重に混ぜ合わせていくっていうカードです。混ぜ合わせることで良い化学反応が起こるというねプラスの意味があります。なんか今のあなたに新しい要素をやっぱり入れていくべき時が来てるんじゃないかなとあなたが変化していくためにですね。なんかこのその新しいエネルギーをねどうかあの。 雑にお金使って雑にほったらかすとかじゃなくて、てそのお金使ったことには丁寧にね、向き合って、で、少しずつね、あなたのこの変化をね、起こしていってほしいなと思います。これも言うた、これも言うたね。ということで、全てのカードを説明。まあ、もうあれですね、あの、 自分への投資、えー、なんかあの、とにかく一旦損をして、後から大きく実るあの木,木にね木の、木を、苗を植えていく、えー、その始まりの4月、えー、という言葉とニュアンスがすごく降りてきているので、えー、何かあなたが成長すべきことね、あのー、なんかこう、 もしもお金がかかってもあのもしもあのちょっと無理できる範囲ならねなんかちょっと頑張ってやってみるなんか4月そのスタートのすごくいいあのチャンスの時が来てると思うので何かもしそういうふうに思うことがあればねこのちょっと結果を思い出してご参考にしていただければなご参考にしていただければなと思います以上で AB のリーディングを終わらせていただきますはい C のカードを開いてみました そうですね。この C を選ばれた方ですね。2024年の4月、カードたちから感じることを、もしも先にまとめて、端的にお伝えするとしたら、この C 選ばれた方ね、なんか4月、人間関係、特に1 のの人間関係のように感じますすパーートナーシップですねどなたかとのパートナーシップに、えー、変化が起こるように、えー、感じておりますどんな変化かって言ったらねランクアップやと思いますね、えー、私これ今回はねパートナーシップとなんか言葉を入れてきたので、えー、解釈したんですけどどんな風にって言ったら、えー、大アルカナの世界のカードと一緒に出てます大アルカナ世界言うたらね完成なんですよ今まででの関係はもうこれで完成で 次のステージに上がっていくっていうね、あの意味がある。次のサイクルに入るという意味があるカードです。まあなので、どんな感じのことか言うたら、た、例えばですけど、今までは顔見知り程度やったね、人が、あの友達、顔見知りはもう完成したんです、その時期はね。で、次は友達、大事な友達としてランクアップしていくんかも、次のステージね、あのー、なるんかもしれんし、今まで友達やった人が、 恋人に、友達の時代は終わって、恋人というね、あのところにステージアップするかもですし、また恋人として付き合ってたお二人が、あの今度はね、もうそこの恋人時代は終わり、あの後は次は婚約者へね、なんかあのランクアップしていくんかもしれんし、とにかく、なんか次のステージに、誰かとのね、パートナーシップ、関係性が、あの、ワンランク上に上がると感じてます。ただ ええことばっかりじゃなくてね、この4月は、ランクがステージ上がるからこそ、ちょっとイラっとね、えー、してしまうこともね、出てくるんちゃうかなと。この4月はね、調整の時期、ランクアップにえ備えての、とか、ランクアップに伴っての、あの、微調整をしていく4月になると感じてます。あの、どんなことが言うたら、あれですよ、あの、 二人が友達やったすとするでしょで友達の時は私らただの友達の時はあなたがあの他の異性と2人で遊びに行こうがなんかコンパとか行こうが全然気にならんかったけど恋人になったからにはコンパとか行くのはやめてくれるみたいなあのステージが上がるとあの条件変わってきますよね今までは気にならんかったけど恋人の立ち位置をおるんやったら他の人とデートせんとってよみたいなねなんか。 ちょっと新たな決まりとかこれは私嫌やねんとかいうのもあの話し合って微調整していかなあかんものやと思います。結構微調整がいるっていうことは大きいステージアップじゃないかなと思うんですけどあのこの4月はなんかこ,の、ね、この後2枚に出てるのが「大アルカナ正義逆位置、えー」そして最終カードもね「ね大アルカナの女教皇逆位置」で出てるのでなんかこのステージアップに,ととのに伴ってね なんか不公平やわとかなんかあの私ばっか損してるわとかあとあのちょっと神経質に、ね、これ逆で出てるので今までは気にならんかったことがすっごい細かいところも神経質に目についてしまってイラッとしたりとかねもしかしたらそういうことが4月あの起こる可能性あるんですけどえー、あれですイラッとさせるからあいつはあかんわとかねだから感情的にこれかこのカードはね感情的になって、えー、こう文句言うたりするんじゃなくてなんか話し合って自分を犠牲にせずにねなんか 話し合って調整していってほしい,っていうふうにね言ってるんですけどあの微調整の時期あの話し合いの時期調整の時期なのでどうかなんかねイライラをあのぶつけたあの無理くり人にぶつけてこの相手にねぶつけてしまって関係壊すというよりはあのステージアップの,あのための何て言うのでにあの話し合ってお互いが居心地のいいところを探っていく盾にする4月にねしてほしいなと思います。 他のカードね、どんなが出てるか言うたら、あのー、障害のとこにはね、相乗らなんかが逆位置で出ているんですね。で アドバイスのとこに出てるのはダイヤルかあ,のあれですね自己犠牲せんとねちゃんとあの私さえ我慢してればええんかなっていうんじゃなくてちゃんと自分のこともね主張していくあのあ自分のことばっかりこう犠牲にするせんとちゃんと自分出しなさいよ言うてるのとあとこれ、うん、障害そうね こうあの正位置やったらこれはクレバーにねちょっとこう人をあの欺くというかあのうまいことあのやりこなすという感じなんですけどあのそれ逆が障害って出てるのでなん,なんて言ってるかな全部が正しくなくもうこれが正しいこれ。 自分のことね要求を主張するのになんか全部が正しくて全部がなんか素晴らしいことじゃなくてもいいからちゃんと人間味もって話し合った方がいいんちゃうこれんかなんか言いにくくてねあの耐えてしまうほんで結局爆発してまうみたいなことがなんか起こる。 パターーンとしててりががちななな感じなカードが出てるんですけどなんか自分の弱いとことかちょっとこれは何と言うとずるい私変わってるかもしれんけどなみたいなことになんか人間性もね出しながらこの人とはねなんかちゃんとねいい過去んとなんか、うん、ぶ,つぶつかっていってこの関係をねもっと深いものに育てていってほしいなと思うのでどうかちょっとね、あのー、パッと すぐにすべてのエネルギーが合わなくてもあのしっかり向き合ってエネルギーをね調整してね合わせていってほしいなと思ってますあとあのあれですねしゅ、えー、これ周囲のとこにはワンドの位置が出てるのでこのねなんか調整の時期周囲のとこにもちゃんとねあの情熱の棒始まりの棒があの出ておりますなので何、えー、ていうかな相手が耳も貸してくれないとかねいうことないと思うんですなんかいい いいお互いの炎を燃やしていくためのいい家になると、あの、ちゃんと火種もここに整っているので、あの、とにかく今はね、調整だな。調整していってなんか無二の親友とかね、とても大切なパートナーとかね、あの、関係性をね、もっと深めていくことに、あの、このね、4月、あの、やしてほしいなというか、このチャンスをね、活かしてほしいなと思います。あ、くれぐれも感情的、あ、これね、感情的にならないで、 っていう、えー、意味とも取れるしあともう一個水っていうね、えー、ラグって水なんですよ水 あれあのこれ逆位置でアドバイスで出てるんですけどちゃんとか水ってね形ないでしょだからどんな形でも、あのー、曖昧なまま,、えー、ま水って丸でも三角でもないですよねうごあの流れてたりしますよねだからなんかあの肩にはめずに、えー、なんか自由にしていくみたいな意味もあるんですけどこれ逆で出てるのでしっかりと形を決めていくあの曖昧にせずに 水みたいな,などんな形でもありよねみたいな、えー、感じではなくねし,しっかりとなんかねあの肩に、えー、形を作っていきまたまにこれ形をちゃんと作りなさい時にこうね出てきたりするのであの曖昧にせず、えー、不満をため込まずちゃんと自分の主張することをあ,のあれしてねお二人の 新しい形をねえ、ぜひね、作っていってほしいなと、えー、感じます。人間関係変化出てくる、プラスの変化出てくると思うので、ぜひ楽しみにしててください。何か少しでもご参考にいただけることがあれば幸いです。以上で C のリーディングを終わらせていただきます。はい。以上で A と B のね、C、A と B と C のリーディングを終わらせていただきます。最後ちょっと1枚カードね、エナジープロデュースカードを引きたいと思います。なんか、 今ふと思い当たる案件なんか恋愛でも仕事でもあの片思いの吉田君のことでもね何でもいいんですけどちょっとあの件なんか1個ちょっとね思い浮かべてみてくださいそれに対してのアドバイスがこのカードこれをね開きますまあピンと来んかったらねもうここで閉じてくださいねじゃあこのその件ねこのカードからメッセージを受け取りますこれ正位置で取りますね 始まりの渦あなんかこれはあのその件今から広がっあのプラスにねなんか伸びしろがあるもあのことやと思いますちょっとえらい,えらい、うん、あのカードねあのであれですなんか今なんかあのとそこもっとなんか良くなりたいとかなんかそ,そこもうちょっと広げていきたいけど今何していいか分からへんとかねあの取っかかりがないねんっていう時だからまずジャブ打つことあのこれ水面にブワーっとね水のあの 水面、なうまいこと言われへんな。ピーってなったおとなしい平らな水面にポンって石投げたら、ババババって波立つでしょ。あの、なんか始めるには一個自分からね、 あのポンとと何かジャブ打たんと波ってできないんですよねなので1個波が立てばパッ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 て波ってまた連携してできていくので初めの第一歩ですねジャブ打つこと、あのー、自分から近寄ることなんか一言かけること、えー、それが、あのー、今必要何にもせんかったらあの平らなねあの波が立たない水面のままになるのでなんかちゃん自分でねちゃんと波風打つこと 水面が動くことを覚悟してでもちゃんとねジャブを入れてみることがなんかそこをもっと広げていくね、あのー、キーワードになると思います今から始まっていきますからぜひぜひ波を起こしてみてくださいということで、えー、この度もね、あのー、お,おしまいとさせていただきます今回も、えー、ご覧くださりありがとうございましたミラードトラクションのミラーでした失礼いたします